議員や会計責任者が立件され派閥の解散にまで発展した裏金問題今日は渦中の安倍派の事務総長も務めた兵庫県選出の西村康稔議員と中継がつながっています西村さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは今日の動きからお伝えします自民党の政治刷新本部が作成した政治改革に関する中間取りまとめ案が判明しました 午後4時から始まったすべての所属議員を対象とした政治刷新本部の会合本部長を務める岸田総理はこれから中間取りまとめに向けて議論を進めていきたいと思っていますスピード感を持って順序として考え方を整理していく必要があるのではないか 中間取りまとめ案では派閥解消を掲げ本来の政策集団に生まれ変わらなければならないとした上で政治資金パーティーの禁止や人事の働きかけを行わないことなどが盛り込まれていますしかし全派閥解散といった表現は現時点で盛り込まれていませんこれに先立ちきょう午後自民党の岸田派高知会では総会を開き派閥の解散を正式に決めました

すべての問題が解決するということではないとそのように考えていますそんな中すでに解散を決めている安倍派について新たな動きが6億円以上に上る政治資金パーティーの収入をめぐる事件で立件を見送られた安倍派の幹部について市民団体が今週金曜日にも検察審査会に申し立てを行うことが分かりました安倍派では 会計責任者が在宅起訴されていますが市民団体は派閥以外でも国の重要な役職にいた幹部らが刑事責任に問われないのは問題としています政権を解消すると信頼を裏切ってしまったことに対して心から深くお詫び申し上げる次第でございます先週金曜日

そのうちの一人、兵庫県選出の西村前経済産業大臣が生出演地元の有権者はすごいテレビに出るようになってて、めっちゃすごいなって思ってたから、問題起きちゃったって聞いて、すごいちょっとショックだったんですけど、<laughs> やっぱり、とやっと印象が変わった感じがしますね、やっぱり。ない 国会議員しゃべるんが仕事やから、それ言わんかったら、こっちからしたら、何の仕事してるか分からないじゃないですか、そんな知らんかというのはあの、ちょっと考えにくいんですよ、民間で言うたら、例えばこう、脱税的なことがあるとするじゃないですか、そんな僕知りませんね、あるコモンゼリーさんが勝手にあったことなんですよでまずこんなん通用しないじゃないですか、われわれにはそういう厳しいことを言うとって、で政治家にはえらいぬるいんですね、言う。 西村議員に裏金問題の真相を生で直接聞きます改めて安倍派の事務総長も務めた西村康稔議員ですよろしくお願いいたします え今日はですねこの、はい、よろしくお願いしますお願いします裏金問題の真相、はい、そしてキックバックやめられなかったわけ政治と金今後どうするなどについて伺っていきます西村さんは地元の兵庫県赤穂市からのご出演ということなんですが今日自民党で政治刷新本部これ会合を行われていますこれについては出席しませんでした大丈夫なんでしょうかはいあの。 私あの、今、地元の皆さんから非常に厳しい声をお聞きしま,し,ましたし、はい、現にそうした声をいただいておりますので、うん、あの真摯に受け止めて、ですね、えー、もちろんあの記者会見は開きましたけれども、地元の皆さんにもしっかりと説明責任を果たしていくことが大事だと思っておりますので、うん、まずは、えー、そのことを一生懸命やりたいということで、今日も地元からあこのような形で出演させていただいておりますこの地元では何をされていたんですか。はいうん えあのまずあの会見で説明した内容などをまとめたペーパーまあいわゆるチラシのようなものを作りですねえそしてそれをベースにしてえまあ駅でえお話をしたりあるいは今日はあの地域の皆さん方のところにお邪魔をしてまあなかなかあのもう広いもんですから一遍には回れないんですけれどもえそうした皆さんに少しずつ お話をしてご理解をいただけるように今取り組んでいるところであります、はい、説明責任しっかりと果たしたいと思っております、うんはい、地元の方そして有権者の方も気になっていると思いますまずご自身の裏金問題について現状を見ていきます、はい、西村議員は19日の会見で自身の裏金問題について説明をされていますまずパーティー権についてですが西村さんは秘書に ノルマ分だけ売ればいいと指示していたので還付金キックバックについては把握していなかったとしましたちなみに2022年までの5年間でキックバックは計100万円となっていますただこの還付金について秘書によりますと全く記載しなかったわけではなく担当者の判断で西村さんご自身のパーティー収入として報告をしていたということですまた 安倍派が解散することは安倍総理に対して大変申し訳ないと話されました、はい、西村さん、事務総長という立場も経験されていますが、キックバックは把握していなかった、本当にこれ、把握していなかったんですかはいあの実は私あの、2009年に総裁選立候補するときに清和会を離れまして、それから数年間、あの無派閥で活動しておりました。はい そして安倍総理第2政権ができたときにです、ね、安倍さんと相談をして、清和会に戻りました、でその後は内閣府の副大臣、官房副長官、そしてコロナの担当大臣、経産大臣と、ほぼ政府でずっと活動しておりましたので、そういう立場を頂い,いておりましたので、清和会の、まあ、いわゆる役員となって、運営に携わったのは、まさにコロナの担当大臣を終えて、通算経産大臣になるまでの1年間。 でありましたがってあまりこの正直申し上げて、えー、このパーティーのことなどに関わってきたことがありませんので,、えー、で私自身もノルマ分だけ売ればいいということで取り組んできましたから、えー、そのノルマ分を超えた分のことについて意識したことはなかったわけであります、えー、秘書がですねあの、まあ、自分の判断でこのような形で、まあ、裏金ではない裏金したくないという気持ちがあったんだと思いますけれども 私自身の年何回か東京で開いている政治資金パーティーの収入の一部に入れていたということで、政治資金としてちゃんとその中に記載をし、活動を活用しておりましたので、裏金とか個人の所得ではないということであります、これはすべての通帳、すべての帳簿を全部検察に、そしていつそれは記入されているかっていうのを全部調べた上えで、このような判断に認定をいただいておりますので。 まあ、あのただ、私自身、えー、十分に目が行き届いてい,いなかったことはです、ね、反省しなければいけないと、深く反省をしているところであります、はい、これ、秘書とはどういう話をしたんでしょうか、どんなふうに秘書は話していたんですかえっと私自身あの、初当選以来、正式に報告書をしっかりと適正にやるようにということを、非常に強く、えー、これは伝えておりましたので、はいえー、そもそも、 まあ、あの派閥を離れていたことを先ほど申し上げたとおり長かったですしこのノルマというものをあんまり意識したことがなくてですね、はい、ましてやそれを超える分の話を意識したことはなかったというのが正直なところであります、はい、ただ今回の事件が報道されですね表面化していく中で確認をしましたらこのような還付金があったと。 ということででその時点で処理の仕方も聞いたところであります処理の仕方が、まあ、私自身のパーティー収入の中に入れて資金として活用していたということでありますがしかし本来は寄付として、清和会からの寄付として記載しなきゃいけないという、うん、まあ当局からの指摘も真摯に受け止めてです、ね、できん近々、うんえー、収支報告書は修正しようと思っております。うん、はい あの私の目が行き届いてなかったことはこれは反省をしているところでありますけれども、うん、実はあの政策秘書としてあの私が初当選以来長年務めてくれたこの秘書ですけれども、うん、まあちょっと家庭の事情もあり年齢的にもあの事情もあってですね実は今は顧問という形で週に1回程度新しい若い秘書たちの指導に当たってくれております。 がもう浩説秘書はすでに去年の春ごろには外れているということであります加藤さん。 西西村さんん聞きたいいこととは、はい、すすすままませんあの関西テレビで解説ししてます加藤と申しますあの先ほどから担当者の方があの100万円のキックバックについてはあのパーティー収入に入れたというお話でしたけれども我々の取材ではそのキックバックした資金については派閥から議員にあの個人のパーティーの収入として記載していいという要請があった指示、まあ、というか要請があったというふうに聞いているんですけれどもそういった た指示はなかったんですか。いえ、それはあの聞いておりません、うんえー、し、私自身は、えー、秘書と話した中では、えー、本人、えー、なんか裏金としてはしたくないと、うん、気持ち悪いなんとなくお金であります。うん、まああの五年間です年間で二十万前後のお金ですけれども、うんえー、正資金としてやっぱりしっかり。 活用すべきだという判断で、うん、私自身の正式金パーティー年何回かやっている中に、うん、一部ととししてて記載をしていた西村さんとしてはあくまでも派閥から、はい、例えばキックバックに関しての指示がなかなかったとかそういったことはこれまでもなかかったといいう理解ですかはい、私自身は聞いておりませんし、うん、秘書がどのような話をしたかはそれ以上のことは聞いておりませんがただ 若い議員の皆さんからは派閥の事務局から、うんえー、記載しなくていいというような話を聞いていたということは間接的にも聞いておりますので、うんまあ、若い議員の皆さんは書、まあ、か,かなくていいお金だと思って、うんえー、記載しなかったというふうに聞いておりますから、まあ、これは本人の責任ももちろんあるんですけれどもお裏金にしようという思いはなかったと思いますので、うん、そういう意味で 若い議員、あの本当に傷が大きいというふうに思いますそうした議員の今後のサポートしかやらなきゃいけないと思ってます、うんはい、そしてもう一つ、えー、説明すべきという声が強まっているのがこちらです長年続いてきた安倍派のパーティー権収入のキックバック実は過去に廃止する方針が一度決まったもののその後に復活していたことが明らかになっています 2021年11月安倍元総理が派閥の会長に就任おととし4月ごろにキックバックの廃止を提起し安倍派幹部がその方針を決定5月にパーティーが開かれていますしかし7月の参院選中に安倍元総理が死去派閥の運営を取り仕切る事務総長が 西村氏から高木氏に変わった8月以降廃止の方針は撤回されキックバックが復活したと見られていますこの経緯について塩谷座長と高木事務総長はそれに対して、えー、議論をしたということはあまりなかったと思いますがこの点についてはですねなかなかあのこれから裁判があるということで今

私のいない場所のことは,私はかりません、会長が不在の中、誰がなぜキックバックを復活,復活させたのか、いまだ明らかになっていませんこれ西村さんをはじめ、幹部の方々、知らない、分からないというふうに言ってるんですけど、西村さん、これについてはどう受け止めますか。はい えっとまずあの先ほど私の政策秘書会計責任者昨年の春に退任したと申し上げましたけれども一昨年春でしたのでもう新年になっていますので今のお話え令和4年の4月頃だったと思いますが4月になってからだと思いますが安倍総理からまあ幹部はやめようというお話をいただいてまあその後、幹部の間で 歩はやめるとといいうことで話しし合いが行われておりましたその中で、ですね、えーまあ、実はこれはあのまさに松本事務局長の、えー、刑事裁判に関わる話ですので、詳細はあの控えたいと思いますけれども、私が何か還付をすること、あるいは収支報告書の不記載、これを指示したり、了承したことは一切ありません。うん で私は8月の10日に経済産業大臣に就任をいたしましたので、それ以降はこの資金の問題を幹部の間で話したことはありません、うん、私が申し上げるのは以上であります。うん 依然しても今後、裁判を控えているということで、これ以上の詳細は控えたいと思います、はい、今後、裁判を控えているというお気持ちも分かるんですけれども、やっぱりそうなると裁判、いつまでかかるか分からないということを考えると、国民の皆さん、これ、どういうふうにこの問題解決していくのか、説明責任を求めています、ぜひここでお話しできるものは話していただきたいと思います、で西村さんのあとは高木さんがなる、高木さんも事務総長としては、これ、分からないというふうに言ってるんですね。だけども これキックバックがこれ復活しているということでこうなるとまあ会長の方も今、お話は聞けないわけですからえっということは会計責任者が独断でやったんじゃないのという見方もできるんですけどどそのあたりはどうなんですかあの安倍会長の意向を受けてですね還付、はい、は行わないという方向で。うん ずっと話し合いが行われていました毎日毎日あるわけでもありませんし参議院選挙はありましたので、うんえー、話し合いが行われている中でですね、えー、あの私から申し上げるのは申し上げられるのは私自身が何か官府を支持したりあるいは不記載を支持したり、はい、あるいはそうしたことを了承したりしたことはありません、うん、それから8月10日に経済産業大臣に就任しましたのでそれ以降のことは えー、全くわかりません、えー。この資金について、えー、何か話し合ったことはありません。志村さんは話したんですか。私知っている範囲はその範囲です,ででですよ。はい。はいはい。あのやめようという方向で、うんえー、話し合いが行われてきたということであります。そこに反対される方がいらっしゃったとかということもない状態の。はい 廃止の方向へ向かうということだったんですかね。それが加藤さん、どこかのタイミングで復活するっていうことになるわけですよね。西村さんに一つ伺いたいのが、うん、あの十九日の会見でも。キックバックとか韓流があったことは、あの知らなかったっていう話をされてましたけども。一昨年4月の時点では、安倍さんがキックバックやめようってお話をされてたっていうことなので。うんうん、その時点ではもうご存知だったんですよね。うん、その辺の辻褄がどうも合わないんですけど、ええ、その辺りどう考えますかた。 いえいえ、私自身が、えー、と先ほど申し上げたように、うん、清和会に戻ってからほとんど政府の立場で仕事をしてました官房副長官、はい、コロナの担当大臣、経産大臣ということで、はい、そのまさにコロナの担当大臣を終えて、えー、経産大臣になるまでの1年間ですね。うんえー、これはだから、えー、と令和年の月から、ら、年の月 4年の8月までですねしたがってそれまで派閥の運営とかパーティーのことに関わったことはまあ、まああほとんどないわけであります、うん、そして、えー、私自身はノルマ分だけ売ればいいというふうに指示しておりましたので、えー、このノルマ分あるいはこの官府のようなことを意識超えた分の話を意識したことはなかったわけでありますこの安倍さんから聞くが令和4年の4月に4月に、うん、そう、うん 令和4年の4月になって、安倍,総安倍会長から、ですね、うんえー、まさにこういう話があるようだけど、これはやめようということで、うん、その時点で意識するようになったというのが、うんえー、状況です私のじゃあ初めて知ったのは、その令和、えー、おととし4月だったということになるんですね西村さんは知らなかったんです、ね、いうう意識するようになったのが、の安倍さんのお話をいただいて、初めてじゃあ、そのキックバックの話が出たときっていうのは、西村さん、どう思われたんですか 安倍総理が、えー、現金で返すような不透明なことはやめようということをおっしゃったんで、まあ、私自身は、えーまあ、特に今回の事件の全体を見て、えーまあ、こういうことがあったのかというのが正直なところですけれども、その時点で誰がどのぐらいの金額とかっていう話はありませんでしたから、えー、ここまで大きな話になるとは思ってはなかったんですけれども、しかし、えー、現金で戻すような不透明なことはやめようという安倍会長の意向を受けてですね、 やめる方向で話し合いを進めてきたというのが真実であります西村さん、西村さんは支持していなかったということなんですけどこれだけ大きな問題になってるんで、調べたり、調査したり、そういうことをするおつもりはありますか、そして説明する国民の皆さんに。えっとえっと、まずあの、事務総長として、まず会計,なん会計にはです、ね、関与しないというのがこれまでの習わしでありましたので、えー、当時もそういうことで、 何か会計のことに収支報告書のことも会長と事務局長でやってましたので、はい、そんなところまで意識が及ばなかったということですけれども、今の時点では、それぞれですね、取り調べを受けている人、あるいは自主的に修正する人あると思いますけれども、近々、清和会のほうで収支報告書を訂正をすることになると思いますので、その時点、それを受けてですね、 各議員がそれぞれの収支報告書を修正することになりますので、かなりの部分が明らかになってくるんではないかなというふうに思っております、はい、安田さん、いかがですかそうですね、うんまああの、いろいろと思うところがあるんですけど時間も限られておりますので、今、あのまさに、えー、と昨年の,あの確定申告の時期でインボイスだったりとか、まあ、僕の場合は大学で研究を行ってので、研究費の記載とか、先ほどあの西村さん、個人の。 えと収入に関してはあの政治資金ではあったんだけど、まあ、記載の仕方が誤っていたとで、まあ、金額の問題とかもいろいろあるのかもしれないんですけれどもやっぱりそれは通常の民間企業だったりとか研究さんとかではかなりあの許されないというか、まあ、お灸を据えられるようなことになるかと思うんですけれどもその辺ま,まずあの西村さんご自身を振り返るところもそうですしあと今後、えー、とこの原因究明の話先ほどありましたがこれ えっと西村さんを含めて他の安倍派の重鎮の皆さんも、やっぱ私は知りませんということを皆さん口を揃えたようにおっしゃっていて、なんかこの派閥のガバナンスとして、誰かしらその背景にあったことを説明するなり、こういった形でつばびらかにしていくということをお話しされていないような気がするんですね、うんうん、そのあたり、やっぱり派閥自身を振り返っていかがお考えか、個人と派閥、それぞれについてお答えいただけますでしょうか、うん、はいまず私自身の問題については、 あの秘書からは適正に収支報告をなされているということで、私自身もそう認識をしておりましたので、このようなことがあったというのは、事件が明らかになって、表面化してから確認をして還付金があったということであります、そして私自身の政治資金パーティーに政治資金として入れてたということですので、何か私が個人の収入とか裏金に使ったということではありませんので、 この点は申し上げたいと思いますけれどもしかし、えー、私自身目が行き届かなかった点はですねこれは反省をしなきゃいけないと思います、えー、今後こうしたことがないようにですね、えー、しっかりとあの目配りしなきゃいけないというふうに思っております、えー、お詫びをしなきゃいけないというふうに思っております政和、はいえー、会についてはですね、えー、これそれぞれのおまあ幹部が別々に 当局の求めにに応じててて捜査に協力をしてきております私自身については、通帳も帳簿もいろんなメモもこれは提出をいたしておりますので、それぞれの議員がそういうふうに対応しているんだろうと思いますが、何かあの口裏を合わせたり、調整したりということはありませんので、それぞれの議員の記憶、記録に基づいて話をしているんだろうと思います。私自身についてはの 記憶については、先ほど申し上げたように、何か私が還付や不記載を支持したり了承したことはありませんし、法令に違反するようなことを指示した、あるいは推奨したようなこともありません、はい、そして8月10日以降は大臣になりましたので、それ以降は分からないということですが、これはあのそれぞれの議員の。 西村さん,ん、のでのお時間も迫ってきたので、ライン質問ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、会計責任者が責任を負う法律を変えるべきだと思いますかという質問なんですが、西村さん、いかがでしょうか。はい、あの、私は政治家もですね、やはり一定の責任は取らなきゃいけないというふうに。思います。まあ、どのような形で、あの、まあ、党の方で刷新本部出てないもんですから。 どんな議論が行われているか分かりませんけれどもあの、政治家の監督責任というのは当然あるんだろうと思います、うんはい、もう一つ、えー、ライン e 質問いきます、今後も総理総裁を目指しますかという質問です、いかがでしょうか、えー、今は将来のことを全く考えている余裕はありません、まさに地元で厳しいお声を頂い,いておりますので、まずは、えー、説明責任をしっかり果たしたいと、えー、もうそのことを一生懸命やりたいと。